どうも皆さんこんばんは、たくあんボーイです。今日はですね、ちょっと先日社内であった出来事を皆さんにお話ししようかなと思います。先日なんですけども、なんかパンケーキをね、友達と食べて、その帰り道ある TY 線っていうね路線に乗って帰ろうと思ってたんですけど、その車内の中で起きた出来事で、僕はねちょうどその時は結構人もいっぱいいたので、釣り革に捕まって乗ってたんですよ。でそしたら出入り口付近に50代の男性と30代の男性、あと女子大生がその辺で立ってる、よくねこうやって背もたれにしてドアにねこうやってつけて携帯いじってる人とかいるじゃないですか。そんな感じでいたんですよ。でそしたら突然にその50代の男性の方がその30代の男性の腰のあたりですかね、そこら辺をボーンって蹴ったんですよ。何と思ったら、その後すぐに30代の男性がその50代の男性に拳ですよ、拳でボーン殴るんですよ。で殴られたその50代の男性はもう吹き飛んでって、でその手すりがあるじゃないですか、その座敷のね、座敷じゃなくてそのシートのこの座席のこの手すりの部分に頭ゴーッぶつけて、ちょうどこの角に頭が立って、ここがもう陥没して血だらーって出てきて、うわこれはもうマジでやばいな、これこのまま喧嘩エスカレートしたら本当に周りの人もね巻き添え食らうし、これは本当に危ないぞと思って、ちょっと周りを見たら、周りの人も構わずこうやってスマホ見ながら、なんか横目でねちょっとチラチラしながら見てるんですよ。頭から血だらー垂らしてるのに全然気にしないんですよ。だからちょっと皆さん、ちょっと危ないかもしれないんで、ちょっと移動した方がいいですよみたいな感じで座ってらっしゃる人にも声かけさせてもらって、でちょっとみんなで移動したんですよ。でその喧嘩してる人から距離取って、ちょっとこれはやばいな、でそのおじさんも結構、ね、血だらー垂らしてるんで、本当に生死がね関わってくるぞと思って、どうしたらいいんだろうと思った時に、一緒に乗ってる乗客の男性が非常ボタンがあるんですけど、車内にね非常ボタンをピーッと押して、で車掌さんに連絡して、ちょっと車内に頭から血流してる男性がいるのでちょっと対応してくださいということで、そしたら次の駅ですぐ対応しますということでね連絡して、で次の駅までちょっと距離はね、そんなな1分ぐらいだったんですけど、1分ぐらいあったんですけど、その頭からダラー垂らしてる男性もなんかもう、警察に電話するからな、もうブチ切れてるんですよ。でブチ切れてて、でもうダラー垂らしててで目とかもね、もう中継でして真っ赤っかなんですよ。だから本当にこんな状況でもう車内も血がダラー垂らしてもう血だまりですよ、血だまりができてて、もうみんなちょっと緊張感持ってて、僕ももう本当にドキドキでしたね。でもうどうしたらいいんだろう、本当に喧嘩はもうそこのおじさんが殴られて、ちょっと頭から血出てからもう収まってたんでよかったんですけど、とりあえず早く駅着かないと危ないなと思って、で駅着いたらすぐもう駅員さんがねドアの前で待ってて、すぐその2人を対応してたんですよ。でその時に一緒にいたのか分かんないですけど、女子大生の人がいたんですけど、女子大生の人にその30代の、おじさんを殴った30代の人が、もう行く関わるなみたいな感じで、あっち行けお前は帰れみたいな感じで指図してたんですよ。だからどういうことだと思って、でも駅員さんとか気づいてないんですよ。だからなんかその女子大生がもしかしたら関わってたのかなと僕は思ったんですよ。もしかしたらその喧嘩の原因はその50代の男性がもう本当になんかその何かやってたのか、そこいや何もしてないのか、そう見えてしまったのかは分かんないですけど、その30代の男性から見てちょっとなんか女子大生に対して何かあったように見えて、もしかしたら注意をして、その注意に対して腹が立ってその蹴りを入れてしまった、でその後殴られてしまった、で喧嘩の原因はだからそこにあったのかなと思いまして、だからその女性をめぐる争いじゃないですけど、もしかしたらそれが原因だったのかなと僕的には思いましたね。だから本当に今回ね、たまたま乗ってただけなんですけど、乗ってればこういうことにもしかしたら皆さんも関わるかもしれませんので、本当に
だから一番悪いのは本当に暴力をしてしまったその50代の男性なんですけど、その時にせっかくね、人間は口があるじゃないですか。だから口でねしっかりと伝えて、その怒りを少しでも抑えられたらよかったのかなと思いましたね。でまああと周りにね座ってる乗客の皆さんもそうですけど、結構なことじゃないですか。頭のねここ陥没して血だらだらして血だまりができてる、それでもなんか普通にスマホをいじってられるのが逆にすごいなと思ってしまってね。だからもう少しね自分のところにも来るかもわかんないんで、もうちょっと危機感をね持った方がいいのかなと思いましたね。だから本当に僕もめちゃくちゃ怖かったので、何よりも最近ねよく駅で見かける藤岡弘さんのポスターの言葉を最後に、皆さんにも、お伝えしたいと思います。人を殴るのは悪いこと、大の大人に言うことじゃないよな。その通りだと思います。皆さんも気をつけて毎日を送ってください。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。シェイシェイついていこいダンスんよいしょ。